どうしました？ちょっとだけね。昨日のお酒が今日に残っちゃって。二日酔いとかじゃない。一体どうすればそんなになるんですか？実は焼酎を2升ほど。それって大丈夫なんですか？ご覧の通りビンシャンしております。わかりました。二日酔いに効く薬を買ってくればいいんですね。何か指定とかってあります？帰りますよ。待って。前にね、二日酔いの薬を作ってもらったことがあったの。チキに聞いてみて。多分あの子が。やば。わかりました。行ってきます。あと頼んだわ。マイコさんが二日酔いで大変なんだ。そう、またなってしまったのね。サーリは？でも安心してちょうだい。以前にも対処したことがあるから。何かあるのか？前にマイコがこうなった時に飲ませたお薬があるんだ。じゃあ早速それをくれないか。お薬前の分で最後だったみたい。材料はイドラスフィアに行かないと手に入らないわよ。行ってくるよ。マイコさんを放っておくわけにはいかない。お兄ちゃんやっぱり優しいんだね。放っておいたら何しでかすかわからないから。確かに。それじゃあ気をつけてね。詳しい材料はトピックでお知らせするよ。
四季の言っていた薬の材料、ここで取れるようだな。ああ、マイコさんも心配だ。早く探そう。敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。やれるのか、俺に。いいわよ。見切った。よし、倒したぞ。一番やり。援護、行くわ。とどめ。輝いてるぜ。いつでもいいぞ。それで弱点を攻めろ。弱点発生。ついてきて。こいつで最後だ。うわ、これからも俺は突っ走るぜ。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。さすがだ。いいか。私の秘術、キリアだけに。みんな、チャンスだ。引き締めていこう。よし、クロムみたいに。やった。衝撃一撃。グッ、フィニッシュ。お疲れ、みんな。俺を構えろ、イツキ。セイ。余裕余裕。いつでもいいぞ。うわ、やり。始めよう。俺たちの勝ちだ。決まったぜ。ミラージュの気配。はっ。俺の力、解放可能だ。セッション、ありがとう。いける。カインと訓練したんだぜ。セーフ。始めよう。この一撃で。自信はないけど。つなぎなさい。クロム直伝だ。これだな。俺に続け。信じてるぜ。援護、行くわ。フィニッシュ。俺たちは負けない。
俺が力になる。行くぞ。敵の気配は消えたようだ。ミラージュの気配。セイセイ。尋常じゃないパフォーマーだわ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。難しいかも。難しいかも。俺に任せて。敵だ。一気に決めろ。ひとまずは安全か。よろしく、チキ。任せて。それじゃ早速、お薬作るよ。へい。はぁ、疲れた。これでお薬は完成だよ。今の動きは？もう、それはいいでしょ。ほら、早くマイコにお薬。マイコ、ただいま黄泉の国より帰還しました。はぁ、あ、よかったよ。すっげえ効き目だな。なんかヤバいもんでも入ってるんじゃないの？ごめんね、みんな。ずいぶん迷惑かけちゃったみたい。チキにもお礼言っとかなきゃ。まったくだぜ。イドラスフィア行かないと治せない二日酔いって一体どんなだよ。もう勘弁してくださいよ。俺たちはマイコさんのお袋じゃないんすよ。ウィーン、お母さん、トーマくんが怒った。え、私ほら、トーマくん、ねえでしょ、仲良くしなさい。ほんとこの人はチャランポランだな。ねえ、イツキは本当にマイコがチャランポランだと思う？いや、そこまでは。無理に気を使わなくてもいいわ。あの人、昨日業界関係者と飲んでいたのよ。フォルトナのタレントを売り込むために。
結構な立ち回りだったそうよ。そうだったんですか。それだけじゃない。ミラージュ事件の隠蔽や警備関係で裏から手を回すために警察の上層部と一晩中接待や交渉をしていることもあるわ。俺たちが戦えるのは舞子さんが陰で支えてくれてるから、そういうことですか。あの人そういう一面言いたがらないし見せないように努めてる。でも樹は知っておいた方がいい。感謝しないとですね。よーし、みんなのおかげですっきり会長。今日もお仕事頑張りましょう。あーあーおーほら、いつきくんも。おお。はい、よくできました。どうした？やった。今度ね、デビュー記念の握手会をやることになったんだけど、私握手ができないんだ。普段は何ともないんだよ。でも握手会のことを意識すると緊張しちゃって。そっか、ちょっと練習してみようか。大ファンです。重症だね。なのです、うん、ねえ樹くん、私どうすれば度胸をつけられるかな。多くの人に接してみるのが一番良さそうだな。うん。でも街中でアイドルが突然握手の練習させてくださいっていうのもな。あ、それならティッシュ配りとかどうかな。え？ティッシュ配りなら知らない人と接するいい練習になるんじゃ。そっか。さすが樹くん、頭いいね。宣伝も兼ねてティッシュを配れば握手会の増員も見込めるし。決まりだね。私早速準備してくるよ。
うん。克服するんだろ。もちろんだよ。私頑張るからね。見ててね。いつき君、来たよ。どんな風に声をかければいいのかな。ハキハキと元気よく。今度は握手会やります。よろしくお願いします。やったよ、いつき君、受け取ってもらえたよ。この調子で頑張ろう。今度は人によって渡し方を変えてみたらどうかな。渡し方？うん、分かった、いつき君。案外、普通に渡してみるとか、深く考えずに。調子だね。だけどまだぎこちない気がするな。ぎこちない、表情が硬いのかな。よし、今度はそこを意識してやってみる。軽く微笑む程度で。大成功だな。だいぶコツがつかめてきた気がするよ。今度は私一人で挑戦してみるね。もう大丈夫みたいだね。あがり症？そうだよ。私たらあがり症を治すためにティッシュ配ってたんだった。無我夢中でやってたからすっかり忘れてたよ。おいおい。でも握手会もこういうことなんだよね。短い時間の間に全力を出し切り、自分の思いの全てを届ける。私、わかりました。
パフォーマ。行くよ。レディアントユニティ。シーダ、翼。よし。一歩一歩着実に。もうすぐ本番かと思うとドキドキしてきたよ。大丈夫。本当に怖いのは緊張感をなくしてしまった時。今の翼の緊張はきっといい緊張よ。そうだよね。翼は頑張ってたもの。だから自信を持って。うん、ありがとうシーダ。それじゃあオリベ翼18歳、握手会に行ってきます。大丈夫かしら。お疲れ様。思った以上に人が来てくれたね。うん、ティッシュをもらってくれた人もたくさん来てくれたんだ。いつきくんが手伝ってくれたおかげだよ。本当にありがとう。どうだった？握手会やってみて。どうした？握手って魔法みたいだね。やっぱり緊張したんだけど、でも手のひらを通してファンの人たちと心が触れ合ってる感じがしたんだ。歌や踊りだけじゃない、人との心の触れ合いもアイドルにとって大事なことなんだね。握手俺ともしてほしいな。翼が頑張った成果を実感したいというか。これからもオリベ翼をよろしくお願いします。
にちは。ナナ。うん。悪い。いや、実は相談というのがさ、女のことなんだよ。珍しい、トーマが女の子の話だなんて。そのことでな、お前に手伝ってほしいことがあるんだ。ゲノム怪人がこんなとこで何やってんだよ。な、何？お前は。なんだよ、テレビ見てやったのにさ。こないだ言ったことは嘘だったのかよ。結局こんなところでやってるセコイショーで満足だったの。それも怪人役でさ。まあ別にいいけど、あんたが一方的に言っただけだし、俺も最初から期待なんかしてないし。ちょっと、トーマ。なんだよ、こんな子供を殴るわけ。すまなかった。俺、なんとかお前に笑ってほしくてさ、それでつい嘘をついちまった。そんな理由で。ほんと、バカみたい。いつか必ず俺は本物のヒーローになる。そしてお前を。もう笑えるわけないよ。だって離婚したんだ、お父さんとお母さんが。お母さんは毎日泣いてばかりだし、新しい学校ではいじめられるし、世界には何にもいいことなんてない。こんな世界で笑えるわけないじゃん。だったら俺が必ず本物のヒーローになってお前を笑顔にしてやる。どうせまた嘘でしょ。違う、これは約束だ。だからもう一度俺のことを信じてほしい。約束？そうだ。みたい。なあ、いつき。修行だろ、付き合うよ。ありがとな。今度の修行はナンパだ。え？言っておくけど、俺はマジだぜ。実は今度ヒーローショーに顔出しで出演することになったんだ。ライガの変身前の姿、ヒョウマ役でな。ライガーなのにヒョウ？なあ、もうそこはいいんだよ。でな、ヒーローショーの集客アップのために女性層を取り込もうってことになったわけよ。そこで素顔の戦士を登場させようと相なったんだが、本物の兵馬役の俳優は急遽キャンセル。代役として俺に白羽の矢が立っちゃったの。どうもライガの監督が話したらしいんだよ、あいつを使ったらどうかって。買われてるってことか。よかったじゃないか。だけどよ、ハードルは高いぜ。兵馬役の桃園優太くんはお母さんたちだけでなく若い女の子にも人気の話題沸騰中の若手俳優だ。代役に立つ以上、俺も女心をくすぐる立ち居振る舞いを覚えなきゃいけない。それでナンパか。でもナンパとかよくわかんねえし、
ネットで見たら一人よりも二人で行くべしとか書いてあったの。つまり俺と一緒にナンパしてください。しょうがないな、こうなったら頑張るしかなさそうだ。さすが我らの五木様、頼もしきお言葉だぜ。場所はそうだな、原宿なんかが良さそうじゃないか。確かに女の子も多そうだ。決まりだな。そしたら一旦解散だ。準備できたら原宿来てくれよ。準備はいいな。行くぜ。キャラが違ってるよ。それを言うなって。スイッチ入れたんだよ。シラフでナンパなんてできねえだろ。お前も気合い入れていけよ。へい彼女。ねえ。俺たちとお茶しない？なんで？なんでって なあ、いつき！君とお茶したいと思ったから。え？ダメかな？ダメじゃないけど、あなたたちのことよく知らないし。じゃあ連絡先交換しようよ。そうすれば知り合いになれるし、お茶はそれからでも。確かに。おお、ちょっと早速。いいよ。じゃあね。自然に。え、そうだったかな。そうだよな、お前はそういうやつだった。つばさちゃんに同情するぜ。よし、次行こうぜ。次。次、あのお姉さんとかどうだ。今度は俺が行ってくる。頑張って。こんにちは、お姉さん。ねえ、俺たちとお茶しない？しない。いつき！
じゃあコーヒー飲もう。何その返し。それちょっと面白いかも。ってことは？いいよって言いたいとこなんだけどね、今忙しいからさ。トピの ID で許して。マジですか、やったー。ツキ、お前なかなかやるじゃねえか。でもお前のやり方見てたら、なんかコツみたいなの分かってきた気がするぜ。そうか。なあ、次は俺にやらせてくれ。じゃあね、絶対連絡ちょうだいよ。結構な人数に声をかけたな。どうだ？俺分かったぜ。女心をつかむのに必要なのは、負けることを恐れない勇気、へこたれない根性、そしていつもと違う自分に変身することだ。絶対決めてみせるぜ。これからも俺は突っ走るぜ。わからん、全くわからん。どうした、赤い。一体なぜ英雄になろうという男が女の資料を追いかけることになるんだ。この世界の英雄にはそういう段階も必要なの。大丈夫なのか。あ、本当にこのままお前を信じて大丈夫なのか。はっきり言って俺には不安しかない。本当にはっきり言いやがった。大丈夫だって、こう見えて着実に進んでる実感があるんだ。そうか、ならばもうしばらく見守ることにしよう。お前はバカだが、あの少年との約束をたがえるような男ではないからな。ああ、もちろんだぜ。あの少年、どこかお前に似ているところがあるな。パフォーマーの輝きなど特に。そうか、まあそれはいいって。それじゃあ行ってくるぜ。ゲノム怪人に改造してやろうか。
俺が来たからにはもう好きにはさせない。お前はストリートの最先端をひた走るイカズチの牙。俺の名は牙兵馬。大丈夫みんな、そしてお姉さんたち。来いゲノム怪人。子供のミラク、美しい女性はこの俺が守る。さあ、よいシレナ、ライトニングシステム、フルスロットル変身。お疲れ、ノリノリだったな。怒られるの覚悟でアドリブ入れまくっちゃったぜ。ま、ナンパの成果は発揮できたか。女性客の反応は相当良かったよ。本物のユータ君よりもいいっていう人もいたくらいだ。お前に付き合ってもらった甲斐があったってもんだぜ。あいつは見ててくれたかな。あの子供、端っこの方で食い入るように見てた。そっか。ところでトーマ、なんでそこまであの子を気にかけるんだ。その話か。話したくなければ話さなくてもいいよ。友達だからって全部知ってなくちゃいけないなんて気持ち悪いしな。いや、別に秘密ってわけでもないんだ。お前にはいろいろ協力してもらってるし、知っておいてもらいたい。うん。あいつ、ガキの頃の俺にそっくりなんだ。実はさ、俺があいつくらいの年の頃に両親が借金で蒸発してさ、俺、じいちゃんに育てられたんだよ。学校ではいじめられるしで、世界に絶望してたんだな、ガキなりに。だけど、そんな時にテレビのヒーロー番組見て、勇気を与えられたっつうか、救われたんだ。毎週毎週えげつない怪人が出てきて、毎週毎週こっぴどく痛めつけられる。それでもくじけずに立ち向かう姿にさ、ヒーローってのは誰かに勇気と笑顔を与えられる存在じゃなくちゃならないんだ。俺はあいつにとってのそういう存在になりたい。きっとなれるさ、お前ならヒーローに。サンキュー、イツキ。ポーズの時はつま先から手の指先まで全身を意識しながらね。あと目力も意識しとくこと。はい。それじゃ
少し休憩したらレッスンの続き行くわよ。次は服やアクセサリーの見せ方。翼ちゃんは今回モデルの仕事もできてうまくステップアップした。だから今度は樹くんの番よ。樹くんも今回の一件で何か感じるところがあったんじゃない？業界のプロのこだわりを知りましたね。堀野沢さんも舞子さんも写真にかける熱意が半端じゃなかった。そう、その熱意を感じ取れるなら樹くんもプロとしての第一歩を踏み出せているわ。プロでない人は写真の奥にある制作者の熱意までははっきりと理解できないものだから。樹くん、あなたもこの世界の人間として少しずつ力を伸ばしているのね。はいはいはい、休憩終わりです。レッスンの続き、いきます。